三浦光則は山形県酒田市出身の音楽プロデューサー。型プロデューサーであるとコメントしており、三浦本人は音楽事業家と言っている。現在、自身の関わった作品を中心に、日本のフォークやロックの名盤保存及び伝承に、繋がる仕事のみ、マイペースでやっている。1970消失党、小林雄二、フォークギターの世界、VA。 自然と音楽の48時間1970年、全日本フォークジャンボリー実況版1971消失と、私は月に行かないだろう高田渡る。ご挨拶、VA、自然と文化の72時間1971年、全日本フォークジャンボリー実況版1972、六分線、キングサーモンがいる島、高田渡る、ケーズ、山平和彦。 放送禁止か、西岡京造、ディランにて、あがた森を、乙女の儚い夢、武蔵野タンポポ団、武蔵野タンポポ団の伝説、大滝英一、大滝英一1973、ハッピーエンド、ハッピーエンド、及川公平、忘れたお話、細野春臣、細野ハウス高田渡る、石、山平和彦、風景、岩井博志、30歳、南正人。 南正とファーストハッピーエンド、シティ、初つパイ、センチメンタル通り、小室仁志、東京。1974ハッピーエンド、1973、9、21、ライブ。ハッピーエンド西岡郷造、町行き村行き、あがた森を、アーム城オリジナルザ・ディラン、悲しみの町、伊藤隆夫、伊藤隆夫ハッピーエンド、シングルス六分線。 シングルス及川公平、名前のない君の部屋、ザ・ディランに、この世を悲しむ、風雷棒に捧ぐ香川亮、アウト・オブ・マインド・小室ひとし、デッド・ヒート74年ライブ1975、ザ・ディランに、ライブ。時は過ぎて、浅野義彦、巡礼やガタモリオ、大滝英一、僕は天使じゃないよ、小室ひとし、小室ひとしコンサート70年9月16日、武蔵野タンポポ団、 もう一つの伝説1976夜の秋子、ジャパニーズガール続く発掘、育成た所属た発掘、育成所属発掘所属た所属た所属た所属ほか、ありがとうございます。